葛西君。日本共産党の葛西彰です。陸上自衛隊による南スーダン PKO 部隊の日報問題について、それを保管してという問題について、稲田防衛大臣への報告と了承の有無が問題になっております。今年、2月15日はどうだったかということでありますけれども、この日は前日14日の党委員会での日報問題がで、集中的な審議になりました。そして稲田大臣が陸上自衛隊が廃棄したと説明しながら、電子データを保管していたのではないかと、このように質問した私に対して、確認をして答弁をしたいというふうに約束をされた、その翌日が15日であります。その15日、大臣は前日の集中審議の状況を踏まえて、断続的に打ち合わせをしていたと言われておりますけれども、そうであるなら、この問題に重大な関心があったはずであります。黒江防衛事務次官、豊田官房長、そして岡部陸幕長ら幹部から報告を求めない方がおかしいと思うんですけども、いかがですか。稲田防衛大臣。2月15日、確かに国会の打ち合わせを断続的にやっておりました。そしてその中において陸幕長が来られた回もあったと思います。しかしながら陸自にデータがあった、そして日報があったということを私が報告を受けて、そしてそれを了承するとか、また隠蔽を了承するということはありません。なぜなら私は一貫してこの日報を公表すべきという立場において、昨年の12月に不存在により不開示であるという報告を受けた際に、私はどこかにあるのではないかと徹底的に探して、そして公表するようにという指示をし、2月6日に公表し、2月13日には不開示決定にしたものを取り消しております。そういった意味においても、私は報告を受ければそれは必ず公表をすべしという考えでございますので、私の政治姿勢に関係しても政治姿勢と真逆の隠蔽をするとか非公表を了承するということはありません。葛西君。大臣ね、それはあなたの言い分なんですよ。で、大体ですね、稲田大臣が命じて日本問題での疑惑究明のために設置されたのが特別防衛監察ということでありますが、そこで大臣ご自身が1時間にもわたって聴取を受けたと、これ自体が極めて異常であります。これまで4回の特別防衛監察がありましたけれども、事務次官が一番トップでいうと問題になったとき、がありますが、対象になってお金もらったという話で監察やられましたが、大臣自身が疑惑の渦中で聴取を受けたなんていうのは前代未聞のことであります。日報は陸自で廃棄されたとしていたのに保管されていたことで、自ら聴取を受けなければならないほど疑惑があるということであります。したがって監察に協力したと言われますけれども、それ自体が大臣の資格がないということであります。はっきり言いたいと思います。そこで安倍総理、稲田大臣が報告を受けていなかったとすれば、陸自での日報データの保管が陸幕長に報告された1月17日から、報道で保管が明るみに出る3月15日まで、大臣の関与なしで防衛省幹部が対応を協議していたことになって、大臣の資格の根本が問われると思います。何らかの報告が大臣に上がっていたとすれば、大臣が虚偽答弁をしていたことになって、そして防衛省自衛隊の組織ぐるみの隠蔽了承とみなされても仕方がないと。で、我が党は何度も何度も稲田大臣の罷免を求めてまいりました。しかし今日の午前中でも、いまだに総理が稲田大臣をかばい続けているというのは、
極めて重大だと言いたいと思います。そこで総理に伺いますが、総理ご自身はこの陸自に日報データが保管されていたことをいつお知りになったんでしょうか。総理、安倍内閣総理大臣、安倍内閣総理大臣、今ご質問のですね、この報告についてはまだ私は受けておりません。笠井君。日報があったことについてまだ聞いてないということですね。じゃあ伺いますけれども、報告聞いてないと、質問聞いてない、陸自にあったこと聞いてないということで、今でもそう聞いてらっしゃるね。果たしてそうかということを伺っていきたい。今年1月24日に衆議院会議が開かれました。そこでの日報のに関する総理答弁がありました。それについて私、2月14日のこの委員会で総理に質問いたしました。ここに会議録がありますけれども、この日本の電子データは存在しているという前提で1月24日本会議の答弁をされたということでしょうかと質問しましたら、総理はこう言われております。いわば文書としての、紙としての私の頭にあったのは廃棄をしてしまったと、廃棄をしてしまったということでございましたから、それが電子的に残っているかどうかということについて私は全く承知をしておりませんでしたと、こう言われた。それは間違いありませんね。安倍内閣総理大臣。これ1月24日の衆議院、本会議における志位議員の、質問はですね、日報があるのかないのかというお尋ねではなくて、破棄されたことを前提として廃棄した自衛隊幹部の行為を是とするのか非とするのかというお尋ねでありました。このためですね、私からは日報は公文書等の管理に関する関係法令および規則に基づき取り扱っている旨の報告を受けていますと、こう答弁したものであります。いずれにせよ、日報の情報公開をめぐる問題については現在特別防衛監察により厳正かつ公正に徹底的な調査を行うことによりですね、早期に事実関係の全容解明を行い、説明責任を果たしていく考えであります。笠井君。私聞いたのは、私がそのことに関して2月14日に聞いたら、総理が電子的に残っているかどうかについては全く承知してなかったと言われたというのは間違いありませんねって聞いてるんです。間違いないですね。その通り言ったんだから、会議録になる。安倍内閣総理大臣。今お答えをしたわけでありますが、この陸地にですね、陸地に、倒幕に残っていたということについては、それですでに情報公開を、すでにその公開をしている、稲葉大臣の指示で公開をしているわけでありますが、陸地に残っていたかどうかということについてですね、今まさに特別防衛監察を行っているわけでありまして、その報告を待ちたいと、こう思っているところでございます。笠井君。報告なかったとまで待ちたいと言われますけれども、本当にそうかと、早くからご存知だったんじゃないか、報告受けてたんではないかという問題になってくると思うんです。じゃあ伺いますけれども、陸自の中に日報のデータが保管されていることについて、この渦中になってます黒江事務次官、それから豊田官房長が2人だけで総理に会いに、来たということはありませんか。安倍内閣総理大臣。この、事務次官はですね、これは防衛省の事務次官でございますから、さまざまなことからについて、総理室を訪問しております。委員長。笠井君。1月24日の衆議院本会議に先立つ1月18日ですけれども、1月18日の午後5時55分から6時14分まで約20分間、渦中の黒江次官と豊田官房長が総理のもとを訪れております。その場で何らかのこの日本問題のについての報告とやり取りがあったんじゃないですか。それはいかがですか。安倍内閣総理大臣。この日本問題についてはですね、これは早くから問題になっておりましたから、その説明を受けたことはありますが、今ご関門のですね、陸自に残っていたということについての説明はまだ報告は受けていないわけでありまして、まさに今それは観察をしている最中でありますから、その観察の結果が出ればですね、防衛省から報告があるものと思います。笠井君。1月18日、
この日といえばですね、これはっきり記録にも残ってるんです、あったことはね。1月18日というのはどういう日かといいますと、その前日17日に陸自の中に日報データが保管されていることが岡部、陸幕長に報告をされている。まさに陸自はですね、一旦、それを公表を準備したけれども、防衛の幹部から今更あると言えないと言われて公表しない方針を決めたとされるまでの間のことでありまして、そのタイミング、17日に日報が陸自の中に保管されていることが報告されている、その翌日のタイミングで、総理は黒江事務次官と豊田官房長が面会に来るということで会っていて、何の報告も受けていないというのは、むしろ私は不自然だと思うんですけれども、あまりに不自然じゃないかと思うんですが、いかがですか。安倍内閣総理大臣。この防衛省からはですね、まさにさまざまな、これ事務次官からはさまざまな、報告があるわけであります。この安全保障環境が厳しくなっている中において、状況の説明、あるいは防衛省、自衛隊の対応等々についての説明等、さまざまな説明が、ございますが、この陸自に、残っていたということについてですね、この事務次官とそして官房長から説明があったことはないということははっきりと申し上げたいと思います。笠井君。この18日にじゃあこの2人が揃ってきたというのは間違いありませんね。安倍内閣総理大臣。今突然のご下問ですから、それが間違いないかどうかはですね、確認させていただきたいと思いますが、事務次官はですね、いわばこの防衛省の事務次官でありますから、私のところに来ることはあると、また先ほど申し上げましたような防衛政策以外にも、人事等も含めてですね、また自衛隊の人事等に含めて、私のところに来ることはあるわけでありますが、この日に来たかどうか、官房長と来たかどうかはですね、これは確かめさせていただきたいと思います。笠井君。首相同棲欄にはっきり書いてありますから、そこにも書いてありますの で、まさに18日というのは陸自の中に日報保管が報告された17日の翌日であります。しかもそれだけじゃないんですね。陸自内での立法データ保管が報道で明らみになった、これ3月ですけれども、その直後の3月17日、朝10時にも黒江事務次官が単独で今度総理のところに会いに来ていると。で、要するに、この経過見ますと、総理は今年1月段階から、立法データ問題について、黒江事務次官から要所要所で報告を受けて、むしろ対処方針を指示していたんではないかと。そこまであると思うんですけれども、そういうことじゃないんですか。安倍内閣総理大臣。私はですね、基本的に日報がもしあれば直ちに出すべきだという考え方をずっと申し上げてきたわけであります。先頭という言葉について国会でも議論になりましたが、いわば定義を決めている先頭行為とは違う意味で、一般的に、ここいわば時点的な意味でですね、ここ時点的な意味での戦闘という言葉を使う、これはですね、あり得るということは、私はここで答弁をしているわけでありますから、そうしたことをですね、出せるものは出していくというのが私の基本的な考えでありますから、もしその日報がどこかに保管されていようとですね、それは絶対隠蔽などしてはならないというのが私の基本的な立場で、あります。それをですね、私が指示をするということは、これ、ありえないわけで、ございまして、このことについて、私がですね、そういう報告を受けた、陸自に、日報があったという報告を受けた、あるいはそれを外に出さない、こんな指示をするはずがないわけでありますし、改めて申し上げますが、これは黒い時間からですね、陸自に、この日報が残っていたという報告を受けたことは全くありません。笠井君。これだけの大問題をですね、ありえないということで、強弁をされるわけですが、総理の関与指示もなく、しかも防衛大臣もそれを報告も聞いてない、それから、それについて公表を開示するかどうかについても指示もしてない、あるいは了承もしてないということで、防衛省自衛隊幹部が勝手に進めてとしたらですね、それこそありえない大問題だと私は思うんですよ。ですからそういう点で言いますと、この当事者で、総理のところに何度も何度も要所要所で、訪れている、黒江次官をはじめとした当事者のですね、方々からも直接しっかりと、これは偽証なしに聞くという機会で、はっきりさせる必要があると思います。
なぜ昨年7月に南スーダンの首都ジュバで戦闘があったと記された日報ですね、これあのこの前の時にもありましたけど、こういうやつでちゃんと7月の2日の話で言えばジュバで戦闘と書いてある、こうしたものを含めて用済み廃棄したのでないなどと国民の目から隠さなければならなかったかと、現地の自衛隊部隊にではなく戦闘が起これば憲法上問題になるという安倍政権側に動機があったということは明らかだと思うんです。だから隠し続けて10月25日の閣議決定でもう期限が切れるというのに5ヶ月間も現地の派遣機関 PK 部隊の派遣機関を継続を決めて、11月15日の閣議では今度は安保法制に基づく駆けつけ警護の新任務を付与して派遣をするということになりました。ひたすらそういう点では新任務付与ありきと政権ぐるみで南スーダンの危険な現実を国民と国会に隠して隠蔽してきたと、そういうことじゃないですか。安倍内閣総理大臣、すでに私はこの予算委員会で答弁をさせていただいておりますが、PKO 5原則との関係、また憲法との要請との関係においてですね、いわば定義を決めている戦闘行為はないというのが我々の判断でありますし、認識でございますが、いわば戦闘行為ということについてはですね、これ一般的に使われる用語としての戦闘行為についてはこのあったということについてはですね、いわばそういう記述があることは問題がないと、それはいわば五原則との関わりではこれは問題にはならないという趣旨のですね答弁は私はさせて、すみません、戦闘行為についてはですね、これ法的な定義がありますから、これは五原則との関係がございますが、いわば戦闘についてはですね、これは一般に使われている用語としての戦闘ということについては問題がないということについては私はこの場で答弁をしているわけでございますから、この戦闘という言葉が使われているからといってですね隠蔽するというのはこれは我々の方針とは全く関わりがない、これといわばまさに基本的に公開できるものは公開していくという方針と、これはそれを出していくということは一致するものとこのように考えております。笠井君、時間が来たら終わりますけれども、戦闘があったということについての日報を隠してきたわけですよ。でそして結果として翻弄されたのは身の危険を感じながら派遣された自衛隊員と家族たちと、そして国民が本当に怒りを持って不安を感じてきた、しかも帰ってきた自衛隊には自殺者まで出たわけですよ。かけありき、新任務ありきということで、国政私物化と憲法破壊への国民の怒りがあって、国民の思いというのは、もうこういう人たちに政権任されないという話なんです。委員長に最後にお願いしたいと思うんですが、特別防衛監察、これ、核燃料にすることは許されないと思います。国会の責任で真相を究明すべきであります。そのために、稲田朋美防衛大臣、呉江哲郎事務次官、豊田片志官房長、岡部俊也陸幕長、湯浅五郎陸幕副長、辰巳正義倒幕幹部総括官ら、関係者の速やかな承認喚問を強く求めたいと思います。理事会で協議をお願いします。理事会で協議をいたします。終わります。